5年前に適応障害になり休職しました。その後、別の職場に移動して復職しました。え昨年、前回休職した職場に移動になり、また適応障害で休職になりました。2回目の休職期間は1回目より長くなるでしょうかと。当方、荒ンですが、年齢が高くなると回復に時間かかるのでしょうか特に疲労感や頭痛などの身体的症状がひどいです。まあ、1個ずついきますかね。で去年前回 休職した、まあ、職場、まあ、ハードな職場に戻っちゃったってことだからなそうすると再び休職になりましたと2回目の休職期間は1回目より長くなるかどうかっていうのは個人差がありますね あの早く休めたから悪くな,ってなるかもしれないし、ちょっとあのあのやっぱり2回目の場合はうつ症状がひどくなるんで、再発,に時間再発なので、まあ、よりかかるかもしれないし、これは分かんないですけども、まあ、一般論としては、ですねあの2回目の方がやっぱり長くなることの方が多いですね、で2回目の休職なので、まあ、うつ病とかを、まあの診断変更も検討するとかあるかなと思います。 年齢が高くなると回復に時間がかかるかっていうことは確かにそうですね。年齢が高い方が若い人に比べてあの、えー、治療まで治療にかかる期間っていうのは結構かか長くなることが多いですね、一般的に。まあでもこれも元々のそのうつの症状の重さにもよるんであれですけれどもあの回復に時間かかるっていうのはそうかなと思います。絶対良くなるのであの、それはご安心ください。あの ちょっとね、1ヶ月長くかかったとしても、まあ、所詮それぐらいのことですから、そこはご安心くださいということかな。では、以上でこの動画を終わります、えー。もしこの動画を見てよいと思ってくれた方は、えー、グッドボタン、チャンネル登録、あと、シェアの方よろしくお願いします。では、また。